給湯器スクラップですね。とりあえず何キロぐらいあるか計算してみます。1,2,3,5,6,7,8,9,39キログラム。赤釜が入ってました。どうだどう、とりあえずバラすか、この辺を。とりあえずぐるーっと外せるビスはみんな外しました。よし、もう少しバラしていきます。とりあえずこの辺の真鍮とかアルミを外しました。これが外したやつですね。次周り取ってっちゃいます、カバーを。次はこの辺の配管外していきます。だいたいこの辺バラし終わりました。これが導管です。今度上の方バラしてみます。上の方余分なのを取ったからもう少しバラしていきます。いよいよ銅釜の解体に入ります。この辺のビスみんな とりあえず取ってみます。土台はあとモーター取ったら、あ、鉄くずです、鉄くず。これが赤釜、未解体の赤釜なんですけど、これがどのように設置したのかいまいちわかんないので、ここ切れ込み入れてみます。とりあえずこっちとこっちに切り込みを入れてみたので、あとちょっとバールでほじくってみます。これ内側の先外してた方がいいかもしれないので、内側の鉄板だけ外していきます。とりあえず内側の鉄板外したので、ほんとこれ俺の予想ではすっぽり抜けるんじゃないかっていう話なんで、ちょっと試してみます。予想通りすっぽ抜けましたね。もう片方も同じく引っ張台で外します。取れました。で、この中を見るとこの縁がなんか銅じゃないかもしれないですから、ちょっとやってみます。やっぱステンレス入ってましたね、中にステンレス。これグラスウールみたいなの入ってるので、これも軽く取っていきます。ただ乗っかってるだけなので。次は下、底辺ですね、底辺。ここもやっぱ鉄板入ってるので、四方にこれを外していきます。これところどころ溶接されてるので、ところどころ天井に溶接されてるので、マイナスドライバーでこじ開けていきます。まくっていきます。こうまくっていったんで、最後は簡単にすっぽ抜けましたね。あ、これ鉄ですね、鉄。あとこの真鍮はマイナス査定になるので、この真鍮取ると2号銅で通るので外していきます。ちょっと夕飯休憩、うどん。夕飯動画こういう銅鉱量も金槌で叩くと2号銅になるのでぶったたきます。こんな感じにプラスチック取れば2号銅で通ります。
これで5、6、7、8キロ8キロの2号道の解消に成功しました。思ったよりも取れないですね、やっぱ8キロかけど、再三には合うと思います。これぐらいの道釜が入ってれば、これは大きい方ですから。あと小見真鍮、小見真鍮ですね。1.8キロしか取れなかったです。 1.8キロ。あとは機械ニウム、ガラニウム、単乳、モーター基板、これは少量なのでちょっと剥がんないでこれで終わりにしたいと思います。予定変更してアルミも測ってみました。 1.8 キロぐらいですね。 1.8。 モーターは 3.6 キログラムですね。 3.6 キロ。家電線は 0.5 キロぐらいですね。 0.5 キロも取れたんですね。基板は、基板 0.2 ぐらいです。あとはごちゃごちゃした、これが鉄くずで、これが断熱材ですね。ちょっとこんなもんです。夕飯第2弾です。夕飯の第2弾。終わった、疲れた、もうすぐ5時か。